皆さんこんにちは。秋からイザヨイの演奏ポイントを説明いたします。この曲も複雑な曲ではないので、軽やかで弾くことポイントです。例えば最初の B の部分ですね、休止符たくさん入ってありますが、なるべく強く切らないように、そして C の部分ですね、ちょっと一つ三連符が入ってあります。あそこの表現仕方はね、少しだけ難しいです。あまり窮屈にならないように、ちょっとゆったりで滑させてほしいです。にならないように、こういう感じで弾くすることポイントになります。